に質問ある方いらっしゃいますか。あ、じゃあ前の方、4人目の方ですね。ネットメディアのサルネットの戸口と申します。北村さんに聞きたいんですけど、この作品共感できなかったというふうにさっきおっしゃってたんですけど、実際監督の作品を見て才能があると感じて、打ち合わせを重ねて理解を深めていったという理解を深めていたというなんかインタビューで読んだんですけれども、実際に撮影を一緒にやられて、その才能とかっていうふうに感じられたかなと。もう才能というか、もちろん、最もやっぱりびっくりしたのは出来上がり、その称号ですよね。本当に見た時に音も入って、その音のセンス、カメラワーク、それはカメラマンのうないという人がいるんですけど、彼のセンスが含め、もうまず出来上がりにびっくりしたのと、そのやっぱり撮影中のそのこだわりようと、もう絵が出来上がってるんですよね、やっぱり。それとやっぱり発想というのが、ちょっと言葉を選ばずに言いますと、選んだ方がいいな。ちょっと、こう、クレイジーな、センスをすごく持ってる、もう発想が次々、他の監督のまだ発表してない作品とかも見せていただいたんですが、もっととんでもないのがいっぱいあって、ただ、絵の力と、それを見せるためのその絵と音と、その結局はやっぱセンスだと思うんですよ。同じことをしようとしてて、力説するいろいろな監督もいますが、もう出来上がりのが言葉だと思ってるんで、その出来上がりが本当にすごいですし、もちろん演出という部分と、あとやっぱりその現場をあったかく、決して怒鳴ってなんとかっていうよりも、本当にいい感じで現場を運ぶっていうか、そこのちゃんとその存在というか、ちゃんと監督というポジション、すごくそこは感謝してます。はい。あともう一つ言いますと、やっぱりさっきも言いましたが、肝が子供で肝が大人がなる。大気感じます。グッと好きだ。ありがとうございます。日本映画並みの五郎さん申します。よろしくお願いいたします。モンブラザーズの監督をお二人とお伺いしたいんですけれども、北村一輝さんといえば非常にキャリアも長く、また幅広い役柄を演じられる日本を代表する俳優のお一人だと思うんですけれども、実際一緒にお仕事をされていて、北村一輝さんの魅力ですとか、素晴らしい点、お察したところがあれば教えていただきたいと思います。Father first. Definitely, Taizuki is it's a great spot on cast. When we cast him the first time, me and Timo were like, okay, we can see straight away what is actually Nomura's character in it.まず本当にキャスティングしてすぐにすごいと思いましたし、その別に北村さんのことをクレイジーなこのキャラクター野村、的だと方だと思っているわけではもちろんないわけなんですが、野村が見えるんですね、そこに。もうその野村もすぐにそこに存在させてくれる、本当にすごい才能の役者さんだと思います。でもちろん過去の出演作も拝見、しましたけれども、非常に思うのが、役者の中でもその監督がビジョンしているものを何でも役としてその演じきることができる役者であるというふうに思いました。ですからこの企画に出演してくださったことを本当に感謝していますし、高い経験値を持った偉大な役者だと思っております。My first impression of Kazuki, because I've seen Kazuki, but mostly I've seen him in Takashi Miike-san's film. So at the time, I'll be honest, I couldn't straight away imagine how Kazuki-san will play the character Nomura, because after we got the news that Kazuki is selected to play Nomura, I went to Gareth Evans' house and we watch a lot of Miike's films. So I consider myself a pretty detailed guy when it comes to showing what I want.
And I also think Kazuki-san is a very detailed guy. So sometimes he has a specific idea and I have a specific idea and we both end up arguing and all that stuff.あの第一印象あのというのはやはり三木監督の出演作であの見ている北村さんのイメージが強かった、のであのそんなあの北村さんがどんな風にこの野村を演じるんだろうかとあの想像もつかなかったんですね。であのギャレットの家でギャレスの家 で, であの彼 の, その特に三木さん の,、まあ、あの作品もたくさん見まして ヤクザの役どころが非常に多かった、わけなんですけど実際に、ね、現場での作業を始めてからはあのすごくそのユニークな個性を持った方だなとあの非常に思いました。で実は自分も割とそのディテールにこだわるタイプなので、こういう風に作りたいとあの思って現場に行く方なんですね。で北村さんも同様なので現場でお互い の, そのちょっとイメージがぶつかるような場面というのも、何度かありました。であの日本語がわからないのであのじゃあ、北村さんもじゃあこういう風にやりたいとおっしゃってるのでやってみてくださいとお願いして撮ったものも あ, のあったんですね。で編集室でそれを見ていますと大体の場合北村さんの言っていたアイディアの方が合っていたりなんかしてですねあの今回はあの彼 の, そのキャラクターのアプローチからあの大いに学ぶことができるというユニークな体験をあのしました。やはりあの北村さんのこのキャラクターはただねあの平面的なキャラクターではなく非常に多層的ないろいろなその面を持ったキャラクターとして作りたいんだなということがあの分かりました。ただまだまだねあの、始めたキャリア の, あの浅い、まあ、自分には監督としてまだそこの部分というのが理解できてなかったなというふうに後で思ったんです。ありがとうございます。さあ、大変残念ですがそろそろお時間が近づいてまいりました。質問最後とさせていただきますので、あそれでは、左側のインターネットメディアフォークウェブから来ましたモハマドと言います。私インドネシア人なんですけども、あの北村さんと高梨さんにお聞きしたいと思うんですけど、岡アンタラさんとルナマヤさんと一緒に演じたっていう、あの一緒に仕事してどんな感じでした？あの岡アンタラさんとあのルナマヤはインドネシアの人 の, あの俳優と女優としては代表だと思うんですけども、どんな感じ仕事してどんな感じですか？ちょっと意見を聞かせてください。そうですね、僕多分インドネシア行ったのは僕だけになって知ってないんで、そうですね、まあ、あの実際、ルナとはあまり絡むシーンがなく、あの撮影現場ではお会いしたんですが、あの、彼女がその殺されるシーンを絵にして一緒にできたらいいねっていうことを監督も僕に話してたりもしたんですが、まあ、ちょっと時間の問題もあったり、いろいろ問題が出てきなかったんですけども、岡とは本当にすごく、まあ、一緒にお芝居する時間もあり、いろんなことを話させていただき、それはキラーズの時もレイドの時もそうなんですが、ご飯とかもいただいて、いろいろ特にやっぱ印象的というか、彼のそのストイックさ、インドネシア の, その俳優の方が全員そうなのかどうかわからないですけど、全員あれだったらすごいなと思うぐらいに、こんなストイックでプロ意識が高くて集中力の高い、本当に役のことを考えて、もう俳句っていうか本当にメソッドっていうか、もう彼なりのやり方をすごい持ってて、そこにすごいちゃんと徹して、撮影中はキラーズの時は僕はご飯はいけないというふうに、本当に尊敬に値する俳優だと思いますし、その出来上がりを見た時にその彼の画面の外に伝わってくるそのパワーっていうものがすごいですし、本当に共演できて幸せだなと思いまして、これからもいい刺激し合える関係でずっといければいいかなと思います。ありがとうございます。はい、それではですね、最後に私から、出演のお二方に質問したいと思います。高梨さん、モーブラザーズの次回作がもしあれば、はい、オファーがあったらどうされますか？ぜひ。ぜひ。北村さん、いかがですか？
や、もうあのっていうか、もし呼んでくれないんであれば、僕な、あの多分時間をあけてでも邪魔しに行こうかなと思いますけども、はい、あの出たいとかっていうか出れるもんだと勝手に、ね、それは多分日本のプロデューサーに言うべきだと思うんですが、出れるもんだと勝手にそう信じると叶うと思うので、そう信じております。ありがとうございます。以上をもちまして質疑応答、時間を終了とさせていただきます。それでは最後にフォトセッションを行います。ステージ上スタンバイ整えさせていただきますので、しばらくお待ちください。ムービーキャメラさん、じゃあ後ろの後方の方へお願いします。では、手を後ろの方にムービーですので手を振っていただけたらと思います。 Can you wave to the movie cameras? Can I wave to you? No? Can I wave to you?はい、以上で OK です。ありがとうございます。以上をもちましてキラーズ六本木セッションを終了とさせていただきます。ゲストの皆様、盛大な拍手でお見送りください。キラーズはサンダース映画祭での先行ワールドプレミアを経て、来年2月1日土曜日より世界最速公開となります。かつてない激読エンターテインメント、ぜひご期待ください。本日はご来場いただきましてありがとうございました。